5匹家族ということで、今回卵会、卵、あ、その前にもっちゃんがなんか遊んでほしそうにしてる。珍しい。あ、そうなんせや、手はこっちに出てるけどね、昆布も覗いている。もっちゃんが珍しく遊んでほしそうにしてるけど、今日は卵会ということで、卵のカゴをきれいにしよう。ほら汚い、汚いね。ということでね、この木とかもね、毎週一応掃除はしてるんですけども、この木とかも、汚れてきたのでしっかりと洗おうということでございます。あ、後ろ降りてきたね、誰か降りてきた、昆布かな卵警戒してる。この上のね、太い木とかもね、こう曲がってて僕結構気に入ってるんですけども、ちょっと汚れてきたので、このねいい感じで、あ、来た、椎茸さんも来たよ、遊びに。ということで、まあね、しっかりと、綺麗にしようかなという回でございます。あ、ご飯食べるかな。ということで、ババババババン、綺麗にしました。夜です。はい、今卵さんが乗ってるところ買いました。さっきね、ちょっと曲がりくねった木で気に入ってたんですけども、新しい木に変えました。まあ、ビビることなくこうやって乗ってくれるのありがたいですね。こう爪がちゃんと、あ、ここも綺麗にして、あ、まだ乾いてなかった、濡れてるね。うん、他もしっかりと洗って、そこも綺麗にしたということでございます。木でね、爪がちゃんと途切るようになってて、いい太さのやつを選んできました。ということで、ビビることなく、気づいてるかな、変わったこと、わからんけどもね、綺麗になりましたと。うん、あ、うんちしてる、水っぽいね、ちょっと水っぽかったよ。うん、卵、あ、卵っつった、卵っつった、卵呼ぶときなんか声高くなるね、卵っつってまうよ。なんでやろうね、あれね、みんなそうかな笑ってる。頭を撫でさせてくれる、かわいいね、パクパクパクしてる。ほんと大好き、この頭撫でられるのが、へへへ、かわいいね。そんな鳥いるか、そんなに頭を撫でさせる鳥がいるのか。はい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 、ということでね、いいね、元気でね、いてほしいですな。で、遊んでたら、こうやってやってたら、近づく昆布は一緒に遊びたいそう、普段はね、別にね、お互い干渉し合わないというか、別に何もね、危ないことはないんですけども、僕がこうやって卵とコミュニケーションを取ってたりしたら、自分も遊びたいと自分も触らせろとね、来るという昆布は、昆布じゃないわ、卵はお構いなしで頭を撫でさせると。すごい、こうね、卵もね、やっぱもう長いから、いっぱい猫を見て近くに寄って、長いから、ね、慣れたもんで、ほら普通来たらね、はぁとか言って怒るんですよ。知らん友達が来た時、はぁとか言ってね、人間には怒るのに、もう猫にはあんま怒らないとまあ安全っていうことも分かってるんでしょう。来た、じゅんさんの曲、大友じゅんさんの曲が流れます。プロの大友じゅんさんに作っていただいた卵さんの歌、これはいい曲ですよ。 GO! いや、いいですね盛り上がりますね。あ、もっちゃん見てる、もっちゃんもじーっと見てる。遊べるのっつって、卵と遊べるのっつって見てるよだったら卵は卵がもずくじゃない、昆布に、お、頭撫でてくれんのかこいつはって感じのリアクションやね。手を差し伸べたら頭下げて、頭撫でさせそうな雰囲気、全然ビビってないっていうね、いいですねまあとはいえね、近づかせるのは怖いんでね、この距離がちょうどいいね。卵ということで楽しそう、卵さん新しいで楽しそう。これからも綺麗にしていきます。ありがとうございます。ワン